なりの聞こえる丘で青空を見上げて思う。この旅の途上で愛した人の懐かしい
最後には笑えるように、yeah、ラララララ、ラララララララ、ララ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 ラ、したいと思います。サクソン、クリッキー、キーボード、クッチー。もう17歳で入ってきたんが、今何歳？31 ね、すごいね、そしてアラスト、ギター。そして大阪が生んだスーパードラマ、ユキ。大ちゃん、そしてギター、もう大丈夫ですか？大丈夫です。もう何年か前はね、客席で見てたんですよ、ね、脳梗塞に なっちゃってね、ね、いける？泣くなよ、泣くなよ、泣くなよ、しもやん。ありがとうございます。そしてコーラス&ギター、今日は大事なとこで、それ勝ったよ、あれ勝ったもんだよ。この街にはすぐの孤独な男と女がいて、大事なとこで勝ったわ。大事なとこでね、お互い間違えましたね。はい、はい、新庄悟る。そしてダンサー、おいで、カモン、カモン。ダンサーってなんかしっかりしてるように見えるよね。10代ですよ、ね、ゆうせい、みゆ、そしてここや、ココナ。違う、こっち、こっちやん。なんでこの手首振ったんか、おっちゃんドキッてしたわ。ココナッツ、違う、ココナちゃん、おてる、おてる、ココナどうやんか。
して、ユートのリーコーリーコーと同じかリリシー心リリシー心でリーコーもうキラキラになってきてますよ ね、女の子が中学生高校生高校生男の子は中学生ですねえ、すごい若さもらってるね。すごいね。一番最初にリューバンドダンサーズで出た子はもう29歳、ルイちゃんっておったやろ、ルイちゃん、あの子がもう20何歳、怒りの糸で踊ってた子。 あの子は19歳になってんねんて。19歳になってんねんて。一番最初のルイちゃんっていう踊ってた子が今先生になってんねんて。おいらもと好きだね。覚えててね、ダンスの事務所の紹介とかね。ダンスのね、事務所は、スタジオアース。今日先生2人も来てくれてますけど、先生先生ありがとう。前は踊ってくれてた先生ね。スタジオアースの子供、ちびっ子、少年、少女たちです。拍手。ね、静かな歌で終わるんやったらね、最後ですけどね、リューバンドはやっぱ明るく終わりたいので、ダンサーもいるし、ね、最後あの歌をしましょうか。はい、ね、皆さん最後踊って終わりませんか、ね、最後ね。